これさ、この人の目だよね。ライトニング、ソードパラディン、ロックコストの光、水、パワーが8500、メタリカ、エンジェルコマンド、チーム、銀河、ギャラクシールド、水、光、4。自分のターンの初めに、このクリーチャーが表向きで自分のシールドゾーンにあれば、コストを支払ったものとして召喚する。ダブルブレイカー。出た時、相手のクリーチャー1体選び、裏向きにして新しいシールドとして持ち主のシールドゾーンに置く。自分のシールドがブレイクされる時、このクリーチャーがバトルゾーンまたは表向きで自分のシールドにあれば、シールドブレイクの代わりに自分の手札を1枚捨ててもよい。現在は5色コントロールや耐久系のデッキに採用されています。これめちゃくちゃ面白い能力で、4マナ払ってシールドに設置するとブレイズ1点、テスタ1点、バッドブランド1点、こんな感じで意味不明な耐久をすることができます。ちなみにシールドが1枚の時にダブルブレイクされても、2枚目の対象がないため1枚ブレイク扱いになり、実質シングルブレイカーとして扱われます。要するにシールド1枚から本領発揮ですね。こいつ以外のブレイクはトリガーに期待して強気に受けるプレイングも往々にしてあります。そして例えばシールドが2枚ある時にダブルブレイクされると、シールドの中身を見る前にこっちは受けてこっちだけ手札捨てますみたいな挙動になります。覚えておきましょう。そしてターン開始時に場に出てくるため、そのままテスタなんかを除去しながらドラサイザーディクリカみたいなで、ヘブニアスサインでさっき捨てたカード蘇生みたいな、そんな感じです。さらに場に出た後も能力を発動し続けるので、エクストライフで増えたシールドなんかも鉄壁に。しかもなんか知らんけどコマンドなので、ダムドやアダムにもなれます。強すぎんか。ただこいつにもちょっと弱点があって、割とプレイングで突破されがち。というのもビート側が他のシールドに構わず、こいつのシールドに集中攻撃すると手札が平気で5枚以上吹き飛びます。そうなると自利品の展開になるので、このカードの使いどころは結構難しいですし、殴る側はその立ち回りを意識するとより強いです。そんな感じでライトニングソードパラディン、需要編第1弾にして一生使えるスペックで、ことあるごとに環境に登場するので覚えておいてください。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。